何故に三重様は。掛川城下を新刊せしめし、小岩流門人殺し。四人の剣士の首を盾に割りたるは、同門の興津三十郎。その興津を成敗せしは、やはり同門の藤木玄之介。下に恐るべきは、命を賭して剣技を競う小岩流。姿勢の風評は、核のごとく落ち着きたるも。とぼけまいど、うぬらも興津と同じく、金で小岩流を売ったのであろう。白状せい。始皇帝さようなことは。わしの目は節穴ではない、うぬらも。うぬらも剣業の犬なら。49日ぶりに目覚め、門弟の裏切りに逆上せし、老剣鬼のもとへ書状を届けたるは。おそらく静畑剣業こそ我らが腹から押しに至らしめた黒幕。その剣業が何故。この琵琶に向き合うは徳川家の威光を浴びるに等しい。苦しゅうない、面を上げ。こがん、よう来たの。そろそろ己をいたわれよ、小岩。ここ数年は出資もままならぬと聞いておる。ご心配を。早よ跡目を選んで殿を安堵させ申さねば。娘が伏せておりますれば、今しばしの。もうよい、小岩。小岩流は掛川の宝。わしの言いたきことはそれぞ。本日そこもとを召したは、一流の剣客たる虎の目を借りたきがゆえ。
赤雲の太刀いかがなものか。無双と謳われた底本の眼で鑑定を請う。いかに小雁、技者か。切れませぬ。飾りかと。飾りと申したな。小雁、底本には確か、総理と並び称えられる皇帝があったの。藤木玄之介と申しまする。もう一人はすでに。その玄之介とやらに、赤雲の稽古をつけてもらえまいか。誠の剣を見せてやってくれ。準備が整いましてございます。藤木玄之介が用いるは木剣。赤雲の剣は飾りなれば、これはあくまでも経の一つ。しからば両名とも存分に戯れよ。木剣に細工はない。先生。小雁、お主が。戯れなれば。先生。下がれ。参られよ。切れません。あのような握りでは。受けか、愚かな。ああも細い太刀では。先生の物件は刀身ごと。イスパニア剣術。その剣は切るためのものにあらず、突くためのものなり。
俸禄をはむ藩士の子であった石雲が親に疎まれ捨てられたるは曲げがゆえぬからにあらず、流れ流れてたどり着いたは一刀流小野忠明が膝元。これなるは南蛮国イスパニアの剣、旗を持つがごとく軽く握り羽子を投げ込むように突く。石雲、この突きを極めい。どこでどうはぐれたか、陶器異国より流れ着きし、一振りのいびつな剣に石雲は。一刀流の皇帝たちを蜂の巣に変えてゆく異国の剣、その必殺の一つが石雲殿、今宵のお相手は虎にござるか。先生は躊躇しておられる。ザレルには手ごわき相手、イラコメはめおった。何の音ぞ。石雲様が戯れなれば当て身にて。
石雲が親に捨てられたるは侍の忠義を下せぬその本性がゆえ。そこもとに敗れた無念を主人たるわしに向けるとは、キャツのごとき不忠者に不忠を与えておったはわしの不徳。コガン、よくぞ成敗してくれた。礼を言うぞ。兄弟子、お久しゅうござる。場をわきまえよ、藤木。ここは静畑様の屋敷。波を立てれば、先生にもお咎めがあろう。牛又師範、まずはご一献。失礼、目が見えませぬゆえ。イラコウ、南蛮憲法をけしかけ先生を亡き者にしようとしたはうぬか。濡れ衣にござる。石雲は藤木玄之介をほふる手はずであった。それをあの老いぼれが救ったのだ。お主では危ういとみてな。藤木、それでも古岩流の跡目か。違うぞ、イラコ。静畑様は戯れよと申された。故に先生は藤木を下がらせたのだ。何が言いたい。藤木玄之介は戯れのできぬ男よ。寄ってたかって女の乳房を焼き、俺の目を潰したウジ虫の分際で。藤木、次はお主だ。